ウルグアイ戦争は、ウルグアイの与党ブランコ島と、ブラジル帝国及び、ウルグアイのコロラド島の同盟との間の戦争。アルゼンチンは秘密裏に、同盟側を支持した。ウルグアイでは独立以来、コロラド島とブランコ島の紛争が断続的に続いており、1863年には、コロラド島主ベナンシオフローレスが解放十字軍を起こして、 コロラドブランコ連立政府のベルナルドベロ大統領を失脚させようとした。アルゼンチン大統領バルトロメ・ミトレはフローレスに補給、志願兵、河川での兵員輸送などの援助を提供した。コロラド島が連立から離脱してフローレスと合流すると不使にした運動は崩壊した。ウルグアイ内戦はすぐに国際危機に発展し、地域を一気に不安定にした。 フシオニスタ政府内のブランコ党員は、コロラド島の反乱以前でも、パラグアイの独裁者、フランシスコ・ソラーノ・ロペストの同盟を模索したことがあった。コロラド島の離脱によりブランコ党が単独与党になると、ミトレと、その統一党に反対するアルゼンチンの連邦党は、ブランコ党の政府を支持した。ブラジル帝国も紛争に巻き込まれたことで、情勢がさらに悪化した。 ウルグアイでは国民の5分の1がブラジル人とされ、その一部ではブランコ島政府の政策が自身に不利であるとしてフローレスの反乱に参加する動きがあった。やがてブラジルは南部国境の安定化、並びに地域における優勢を維持するために介入を決定した。1864年4月、ブラジルは 全権委員のジョゼアントニオ・サライバを派遣して、ベロの公認であるアタナシをアギレと交渉した。最初、サライバはブランコ島とコロラド島の紛争を解決しようとした。しかし、アギレがフローレスの要求に対して全く妥協しない態度を取ったため、サライバは諦めてコロラド島に味方した。1864年8月10日。 ブラジルの最後通帳が拒絶されると、サライバは、ブラジル軍が報復を開始すると宣言した。しかし、ブラジルが正式な戦争状態にあることを認めなかったため、ブラジルとウルグアイの武装衝突は戦線布告なき、戦争として始まった。ブラジルとコロラド島の連合軍は、ブランコ島の拠点を攻撃するために、ウルグアイを進軍、各地の町を次々と落とした。やがて、 ブランコ島は首都モンテビデオで孤立した。敗北が確実になったため、ブランコ島の政府は1865年2月20日に降伏した。この時点では、ブラジルとアルゼンチンの大きな成功と言えたが、パラグアイがブランコ島を支持して介入、ブラジルとアルゼンチンを攻撃して、泥沼の三国同盟戦争に引きずり込んだ。1864年時点のラプラタ盆地での 両土紛争。南アメリカのウルグアイ東方共和国は1828年の独立以来、ブランコ島とコロラド島の紛争に悩まされてきた。両党は現代で見られるような政党ではなく、相手が政権を支配すると武装判断を起こす両派である。両党とも現地のカウディリオの支持をもとに、1830年代に結成された党派である。 愛国主義的な感情で結びつけられる一元的なものではなく、それぞれの強烈な政治観に基づいて目的や立場を決めていただけだった。当時のウルグアイは人口密度が低く政府も弱体であった。一般市民は情勢に迫られて現地のカウディーリョ、すなわちコロラド島かブランコ島に属する地主の保護を求めなければならなかった。カウディーリョは同時に 廃下の労働者を紙幣として利用した。両派の間の内戦は過烈を極め、それもだんだんとエスカレートして、土地の脱出、家畜の没収、処刑など数々の手段が用いられた。残虐行為、家族のしがらみ、そして政治上のつながりにより、和解は不可能であった。19世紀後半に大量に移住してきたヨーロッパ人は、両派のどちらかに招かれた。 両党とも自由派と保守派を要していたため、新参者の社会観と政治観がどうであっても受け入れることが可能であった。この長年にわたる確執により、広く支持される中央政府の設立が阻まれた。ガウチョ騎ュはラプラタボンチのカウディリ領に紙幣として使われた。1850年代後半、コロラド党とブランコ党の指導層は和解を試みた。 両党の多くの人々からの同意を受け、不使用にした政策が取られ、政府や軍事における協力が始まった。しかし、分裂を癒す試みは1858年に、コロラド党の反動派が、和解政策を拒否したことで一時挫折した。この反乱は、不使用にした政府のガブリエル・アントニオ・ペレーラ大統領に鎮圧され、首謀者たちは、ネグロ川沿いのパソデ・キンテロスで処刑された。処刑は、 さらなる紛争を生んだ。コロラド党はフシオニスタ派が、ブランコ党に肩入れしていると疑い、キンテロスの殉教者の仇討ちを呼びかけたのであった。これによりフシオニスタの弱点が露呈したため、コロラド党は党員を政府から追い出すべく動き始めた。コロラド党の指導者ベナンシオフローレス殉賞はカウディー・リョであり、初期はフシオニスタを支持したこともあった。 彼はこの時反乱を起こそうとしたが、持続的な反乱を起こすには、軍事力が不足していると考え、アルゼンチンの介入を求めた。アルゼンチンは1852年に独裁者ファ、フアンマヌエル・デロサスが失脚した後、アルゼンチン連合とブエノスアイレス国の主導権争いで分裂していた。フローレスは、ブエノスアイレスの戦争将、バルトロメ・ミトレに接近。 コロラド島がブレノスアイレスを支持する代償として、アルゼンチンがモンテビデオの不使にスタ政府と戦う援助を与える、ことで合意した。フローレスらコロラド島の軍勢は、強い決心を持って戦い、1861年9月17日のパボンの戦いで、決定的な役割を果たして、アルゼンチン連合を撃破、アルゼンチンがブエノスアイレス政府のもとで再統一された。 ミトレは、先の合意通り、1863年5月から6月にかけてアルゼンチン戦でコロラド島の民兵、アルゼンチン主願兵、補給品をウルグアイに輸送、アルゼンチン海軍の軍艦で、ウルグアイ軍艦の介入を避けた。ウルグアイでは、ベルナルド・ベロが大統領に就任しており、フローレスは、ベロ政府の追放を呼びかけた。フローレスは、ベロ政府が、 ブランコ島に肩入れしていると球団、自身の反乱を伝統的なコロラド島対ブランコ島の構想という枠にはめ、解放十字軍と呼んだ。農村部のコロラド島員は呼びかけにこうして反乱軍に加わった。アルゼンチン首都ブエノスアイレス、1864年、コロラド島はフローレスの反乱軍に加わったが、国民衛兵は引き続き不シオにした政府を支持した。 国民衛兵の秋は、ブランコ島が補填し、フローレスへの寝返りで減った士官も補充された。ブランコ島は、アルゼンチン連邦党党員からの支援を受けた。ウルグアイと同じく、アルゼンチンでも、党派間闘争が長らく続いており、直近のパボンの戦いで、バルトロメ・ミトレ率いる、統一党が、フストホシでウルキーサ率いる、連邦党に勝利したばかりだった。ミトレは、公的には、 フローレスの反乱への関与を否認したが、彼の肩入れは公然の秘密となっていた。アルゼンチンとウルグアイの関係が悪化し、戦線布告寸前まで緊張が高まったが、両国とも戦争を行う余力はなかった。アルゼンチンでは長きにわたる内戦が終結したばかりであり、西部のラリオハ州の連邦党反乱を鎮圧する必要があった。ウルグアイは、 軍事的に弱体すぎて一国で戦争に挑めなかった。1862年以来、ブランコ島は独裁者、カルロス・アントニオ・ロペスの統治するパラグアイに繰り返し、同盟を申し入れ、ラプラタ・ボンチにおける利益を共同で増やそうとした。ロペスが1862年に死去すると、息子のフランシスコ・ソーラーノ・ロペスが、パラグアイ独裁者の地位を引き継いだ。 先代は動きを制限する同盟を避けたが、息子のロペスは、ブランコ島の提案に前向きだった。彼はアルゼンチンがウルグアイとパラグアイを併合して、スペイン植民地時代のリオデラプラタ復興領を再建しようとしていると信じていた。ソラーノ・ロペスは1855年までには、同じような考えを示しており、ウルグアイの作家、アンドレス・ラマスに再建という思想は、 アルゼンチン人の霊魂にあり、その結果、パラグアイの海が監視しなければならないのではなく、あなたの国、東方共和国も我が国と仲良くやっていき、一万一致の場合に備える必要があると述べた。1863年末、ソラーノ・ロペスはパラグアイ軍を動員し、アルゼンチン連邦党のウルキーサとも交渉して、提案中のパラグアイ・ウルグアイ同盟に加入させようとした。 ブラジル帝国の首都リオデジャネイロ1865年頃ラプラタボンチに重大な利益を有するブラジル帝国はウルグアイの情勢に注目していたロサスが1852年に失脚するとブラジルは地域大国になったブラジルの外交政策は自国の勢力を維持すべくウルグアイとアルゼンチンの野党を秘密裏に支援して 強い政府が現れることを防ぐことだった。ブラジルの銀行や商社もラプラタボンチに進出していた。ウルグアイでは商業がイリネウイバンジェリシタで操作の銀行に依存しすぎて、経済が回り続けるにはこの資本移動が不可欠だった。ウルグアイの人口22万人のうち約18%がポルトガル語を話し、自身をウルグアイ人ではなくブラジル人であると自認していた。 フローレスの反乱軍にはブラジル人も多く一部は近隣のリオグランデドする州から集まったものであったリオグランデドするとウルグアイの国境線付近での生活は混乱に満ちたものであり家畜業成功者牛泥棒などの乱闘が多く無差別殺人まで発生していた国境付近の王子主はベロの政策に長らく反対していたというのもベロは リオグランデドするから輸入された牛に税金をかけようと、したからであった。また、奴隷制度はウルグアイで長らく違法化されていたが、ブラジルから奴隷を持ち込む者が後を絶たなかったため、ベロはこれを止めようとした。ブラジル側の地主は、ダビド・カナバロとアントニオ・デ・ソーサネトがフローレスに、味方しており、1835年から1845年までのファラーポス戦争では分離派に味方した。 フロンティアの軍人であったカナバロはブラジル人がフローレスの反乱軍に参加するために越境していることを否認しブラジル政府が誤解する原因を作った。捜査ネトアリオデジャネイロまで出向いてウルグアイ人が殺害され農場が略奪されていると訴えてブラジル政府のウルグアイ介入を要求した。歴史家のフィリップ・レインはウルグアイ市民にもブラジルに対し ブラジル人がウルグアイに対する主張と同等に正当な主張を有するという事実が無視されたと述べた。ウサネットはブラジル与党につてを持っていたが彼の軍勢4万を組織してウルグアイに侵攻できるなどの主張は全く本気に検討されなかった。また、ちょうど同時期に無関係な理由でイギリス帝国との全面戦争直前という危機にも直面していた。結局、 ブラジル政府は、イギリスとの戦争直前という情勢では弱みを示せないと考え、ウルグアイ介入を決定した。また、国境のブラジル人牧場を主に主導権を握られるより、中央政府が進んで主導した方が良いとも考えた。ブラジルの蒸気フリーゲートアマゾーナスは、ウルグアイ戦争に参戦した。1864年3月1日。 ベロの大統領任期が終わりを告げた。内戦の最中だったため選挙はできず、ウルグアイ上院議長でアマポラスの一員だったアタナシオ・アギレが暫定大統領に就任した。4月、ジョゼアントニオ・サライバがブラジル政府から全権委員に任命され、ブラジルの主張を認めさせつつ、ブラジル国民の安全を確保する協定を締結するよう命令された。しかし、 ウルグアイがブラジルとの問題を解決するには安定した政権が必要だったため、サライバはまず内戦中の両党を和解させようとした。モンテビデオのアギレ政府は最初サライバの提案を受け入れたくなかった。パラグアイの支援がある以上、内戦終結もブラジルの要求の受け入れも利点が少なかった。その理由は歴史家のジェフリー・ディ・ニーデルによると、 ウルグアイ大統領はこれらを解決したくなかった。というのも問題となっている不満を抱いているブラジル人はアルゼンチンのクグツカツ自身の打倒を目論んでいるベナンシオフローレスの同盟者であるからだった。また植民地時代のスペインポルトガル間の長期間にわたる不信がそのままイスパのアメリカとブラジルの敵意に発展していた。その結果ブラジルとウルグアイは お互いを嫌った。ロバート・ボンタインかニンガム・グレアムが述べたように、ブラジル人は、ウルグアイ人を地に植えた、ヤバン人とこきおろし、ウルグアイ人は、開始として、ブラジル人の戦争を望まない態度を馬鹿にし、ブラジル人が根血であることを軽蔑した。やがて、1864年7月には、サライバの根強い外交努力が結実して、ウルグアイ政府は、アルゼンチン外相 ルフィーノでエリサルで、イギリスチューブ・へのスアイレス便利講師エドワード・ソーントン、そして、サライバ自身を、調停役とした交渉を行うことに同意した。最初は、交渉が順調であったが、すぐに行き詰まった。8月4日、モンテビデオ政府に問題を解決するつもりがないと、怒ったサライバは、最後通帳を発したが、ウルグアイに拒否された。8月10日、サライバは、 ブラジル軍が報復を行うよう指令を受けるだろうと、アギレに通告し、ここに戦争が勃発した。ウルグアイの蒸気船、ビリアデルサルトが座礁の後、船員によって炎上した様子。ジョアキン・マルケス・リスボーン中将の命令に基づき、ブラジル艦隊がウルグアイ領海で待機していた。ブラジル艦隊は、フリゲート1隻、コルベット6隻、砲艦5隻の蒸気船、合計12隻だった。 1864年8月11日、タマンダレ男爵は戦争におけるブラジル陸軍と海軍の総指揮官としてサライバからの指令を受けて報復攻撃を開始した。ブラジル艦隊はサルとパイサンドゥマルドなどに派遣され名目上の目的をブラジル国民の保護とした。一方、ウルグアイが有した軍艦はいずれも小型蒸気船の ビリアデルサルトとヘネラルアルティガスであり、ブラジル艦隊は、この2隻を無害化しようとした。タマンダレはこれら2隻に、ドックに残るよう要求したが、ヘネラルアルティガスだけが従った。タマンダレは、フランシス・コペレーラ・ピント率いる、コルベット2隻と、交換1隻で構成された、小艦隊をラプラタ川の支流で、ラプラタ盆地にあるウルグアイ側に派遣した。8月24日、 ペレーラ・ビントはコロラド島と戦うために兵員を輸送しているビリアデル・サルトを発見した。ビリアデル・サルトは威嚇射撃と降伏勧告を無視してアルゼンチン水域まで必死に逃走した。この小競り合いによりウルグアイ政府は8月30日にブラジルとの国交を断絶した。9月7日、ペレーラ・ビントは再びビリアデル・サルトに遭遇した。今度はビリアデル・サルトが サルトからパイサンドゥーに向かっている途中であり、やはりアルゼンチン水域への闘争を試みた。ブラジルのコルベット2隻はすぐさまに攻撃を仕掛けた。結果はビリアデルサルトがパイサンドゥー近くで座礁、ブラジルに打歩されることを防ぐために焼かれた。一方、ヘネラルアルティガスはブラジルに打歩されるのを防ぐために売却された。それまで成果を出せなかったフローレスにとって、 ブラジルの対ブランコ島軍事行動は二度と訪れない後期だった。彼はすぐにサライバと交渉してブランコ島の政府に拒否されたブラジルの主張を承認してブラジル政府を味方につけた。サライバはタマンダレにフローレスとの連合構成を仕掛けるよう命じブランコ島政府の転覆を目論んだ。10月20日、フローレスとタマンダレは秘密裏に同盟を締結した。 パイサンドゥから離れる市民1864年ウルグアイにいたブラジル艦隊は本来ならばブラジル陸軍と合同して行動する予定だった。しかし数ヶ月が経過してリオグランデドスルのピライグランデに駐留していた監視師団は最後通帳の後南方軍に解明した後でもウルグアイ国境を越える準備が一向に整わなかった。この陸軍の目的は アイサンドゥー、サルト、メロを占領して、フローレスラコロラド島に引き渡すことだった。10月12日、ジョゼルイス・メナ・バレット順将を率いる両団が、本軍から分離、2日後には、ブラジル領ジャグアラン近くから、ウルグアイのセロラル5圏に侵攻した。コゼリアを仕掛けてもブラジル軍の進軍が止まらないのを、見ると、ブランコ島は、ケントメロを放棄。 バレットの旅団は10月16日に無抵抗にメロに入場した。メロをコロラド島に引き渡すと、バレットの旅団は10月24日に撤退、南方軍と合流した。次の標的はサルトだった。ペレーラ・ピントがジョアキン・ジョゼ・ピント注意率いる、砲艦2隻をサルトの海上封鎖に派遣した後、フローレスは11月24日に到着して、サルト包囲戦を開始した。 ウルグアイ中流軍の指揮官、ホセ・パロメケ大佐は、ほぼ無抵抗で11月28日の午後に降伏した。フローレスは、大砲4門を、六角、250人を捕虜にした。サルトの占領軍として、コロラド島の軍勢300人、ブラジル軍150人が、サルトに残った。ブラジルの最後の標的であるパイサンドゥはすでに、ペレーラ・ビントに、海上封鎖されていた。 それまでブエノスアイレスに滞在したタマンダレは12月3日に封鎖を引き継いだ。封鎖はコルベット1隻と砲艦4隻で行われた。レアンドロ・ゴメス大佐率いるパイサンドゥー中流軍の軍力は兵士1274人、大砲15門だった。サルトから進軍してきたフローレスは主に騎兵で構成された軍勢3000を率いていた。彼はパイサンドゥーを フォ不評800、大砲7門ブラジル派遣軍660人を配備した。ゴメスは降伏勧告を跳ねつけた。12月6日から8日まで、ブラジルコロラド島連合軍は、パイサンドゥの町を強襲して、市街地を進軍することを試みたが、占領に失敗した。結局、ダマンダレとフローレスは、南方軍の到着を待った。一方、アギレは、 フアンサー将軍率いる兵士3000と大砲4門を派遣して包囲を解こうとした。ブラジルコロラド島の連合軍は包囲を一時的に解かざるを得なかったが、サーは敵軍に遭遇する前に進軍を放棄して、ネグロ側の機体逃亡した。パイサンデュー包囲戦におけるブラジル海軍と陸軍の部隊、1865年、ブラジル政府は ウルグアイ戦争で武力を誇示しようとしたが、逆に準備が全く整っていないことが露呈した。ピライグランデに駐留していた南方軍ニコ師団は、ジョアン・プロピシオ・メナバレット元帥が率いていた。マヌエル・ルイス・オソリを率いる第一師団は、正規軍でメロへの攻撃から戻ってきたジョゼ・ルイス・メナバレット率いる。 第二師団は国民衛兵で構成された。合計は5711人であり、一部士官を除くと全員がリオグランデドする出身だった。南方軍は包囲戦に必要な装備が全く足らず、残豪掘りを指揮できる公兵もおらず、柵を切ったり、ドアを破ったりできる長男すらなかった。また、南方軍が有していた大砲12門も小口径であり、 要塞を攻撃するのに適さなかった。サライバがウルグアイに最後通帳を突きつけてからほぼ4ヶ月後の12月1日、南方軍はようやくウルグアイに侵攻した。また、アントニオデソーサネと率いる別動隊戦300人も同伴した。こうして、ブラジルの兵士7011人と台車200台は抵抗に合わないまま、ウルグアイ領通過、南西部のパイサン流に向かった。 ブランコ島の組織も規律も乱れたガウチョ部隊はブラジル軍にかなうはずもなく歴史家のトマスエル・ウィガムはウルグアイのガウチョ部隊には戦闘の経験はあったが訓練はなく装備も一般的なマスケット銃、ボーラ、ファコンナイフしかないと不足していたと述べたカニンガム・グレアムもウルグアイのガウチョで火器を有していたものは稀だった。運よく 心中で取り付けられた長いピストルやフリントロック式ラッパ銃を有していたとしても一般的には壊れていて使えなかった。一方彼らは少しの訓練でサーベルやランスを持つ強敵になる。と述べた。ジョアン・プロピシオメナバレトは12月29日に不評をニコリョダンとエミリオマレー中佐率いる騎兵一個連隊を率いてパイサン流に到着した。南方軍の騎兵は パイサンドゥから数キロメートル離れたところに軍営を設けた。一方、ゴメスはコロラド島、捕虜40人とブラジルの捕虜15人を処刑。血の垂れている頭を残豪の上、その同胞がよく見えるところに吊るした。12月31日、ブラジルコロラド島の連合軍は攻撃を再開、苦戦した後1月2日にパイサンドゥの防御陣地を占領した。 ブラジル軍はゴメスを捕虜にしてコロラド島に引き渡した。コロラド島のホセグレゴリオスアレスはゴメスと士官3人を銃殺した。ウィガムによるとスアレスの行動は予想外の出来事でもなかった。彼の家族の数人がゴメスのコロラド島に対する怒りの被害者になったからであるというウルグアイ戦争における南方軍の行動。 パイサンドゥー方戦から3週間前の1864年11月12日、パラグアイの独裁者ロッペスが、ブラジルの蒸気船、マルケスでオリンダを打破したことで、パラグアイ戦争が勃発した。南方軍が、ウルグアイ国境を越えて、パイサンドゥーに向かう最中、ブラジル政府は、ジョゼマリア・ダ・シルバ・パラアニオスをサライバの公認として、派遣した。彼は12月2日に、ブエノスアイレスに、 到着、数日後に、ミトレに対し正式に、タイブーランコ島同盟を打診した。しかし、ミトレは、アルゼンチン政府が、フローレスの反乱に関与しておらず、中立に止まるとの立場を崩さす同盟を断った。12月26日、パラグアイ軍は、ブラジルのマットグロスソ州に侵攻して荒らし回り、マットグロス戦役を開始した。情勢が悪化してきたため、 ブラジル政府は帝国の他の地域から部隊を動員した。1865年1月1日、不評2個大隊と砲兵1個大隊で構成された1個旅団が行軍を開始してフライベントスを占領した。パラーニョスはタマンダレと共にフライベントスでフローレスと会談、連合してモンテビデオを攻撃することを決定した。パラグアイ軍がウルグアイまで着くには、 時間がかかりすぎ、ウルキーサラアルゼンチン連邦等からの救援もないことが明らかだった。孤立しつつあったアギレは1月11日に外国の軍事援助を求めたが、モンテビデオの外交官から色良い返事は得られなかった。バレトは1月14日にブラジル不標を率いて、フライベントスから出港、モンテビデオ近くのサンタルシア川口近くで上陸した。途中で、 コロニアデルサクラメントを占領して50人を中流軍として残した。騎兵と砲兵はオソリオの指揮下に置かれ陸路からモンテビデオに向かった。オソリオはバレーと率いる不評と合流した後、モンテビデオに進軍した。1月31日、ブラジルコロラド島の連合軍はモンテビデオを包囲した。一方、1月19日には、 パラーニョスのブランコ島に対する軍事行動の実態を明らかにしようとした。彼はブエノスアイレスの外交官たちにブラジルとウルグアイの間に戦争状態が存在していると宣言したのであった。それまでブラジルの外交官たちは報復という語しか用いず正式な宣戦布告が存在しなかった。ウルグアイの首都モンテビデオ1865年。 ブラジル軍の注目をモンテビデオ方位からそらすべく、ブランコ島政府はバシリオ・ムニョス将軍率いるウルグアイ共和国公衛軍1500人にブラジル侵攻を命じた。1865年1月27日、ムニョスは国境を越えてブラジルの国民衛兵の騎兵500人と交戦した。ブラジル軍はジャグアランまで撤退、国民衛兵の不評90人と合流して、 大急ぎで残暴を掘った。他にも小型蒸気船2隻と大型船1隻が守備についた。ムニョスはジャグアランの戦いでジャグアランを攻撃したが防がれ、続いて短期間包囲して中流軍の指揮官マヌエル・ペレーラ・バルガス大佐に降伏を勧告したが拒否された。1月28日の早朝、ムニョスはウルグアイに向けて撤退、途中で略奪を行ったり、 発見した奴隷を連行したりした。2月2日、タマンダレは各国の外交官に対し、モンテビデオが海上封鎖され、行為されていると宣言した。モンテビデオの守備軍は戦闘経験の少ない兵士3500人から4000人で40問あった大砲は、光景がバラバラであった。2月16日、南方軍はバイイア州からの 第八カサドーレス大隊二1228人の増援を受け、人数八8116人に増えた。総サネと率いるガウチョはそれより数週間前に本軍と別行動をとり、ムニョスの軍勢を追撃した。イギリス人とフランス人はブエノスアイレスに避難した。外国人の大規模な出国は、モンテビデオに残った人々に初めて恐怖を感じさせた。 同志に対する大規模な教習が不可避であると全員が同意した。しかし、パラーニオスもブラジル政府もモンテビデオを破壊して他国からの避難を受けたくなかった。2月15日、アギレの任期が終結した。アマポラスの要望に反し、上院はアギレの公認にトマス・ビリアルバを選出した。ビリアルバの要請により、フランス、イタリア、スペイン部隊がモンテビデオに上陸。 ブランコとを急派がクーデターを企まないよう、威嚇した。ビリアルバは、フローレスとパラーニョスと交渉を開始した。イタリアの便利講師ラフファエレ、ウリッセバルボラーニが仲介役を務めた。交渉の結果、フローレスとビリアルバの代表マヌエル・エレーラ・ヨベスは2月20日に、ビリアゲラ・ウニオンで平和合意を締結した。ブランコと、コロラド島を共に恩赦を受けることを定めたほか、 ビリアルバは、選挙が行われるまで大統領職を暫定的に、フローレスに譲った。リオグランデドスル州から前線に向かうブラジル兵士、1865年。3月初、フローレスは、コロラド島のみで構成された内閣を組閣。中には、ブランコ島のレアンドロ・ゴメスの兄弟も入閣した。フローレスは、フシオニスタや、ブランコ島と関連する、官僚全員を追放した。 ブランコ党員である士官や兵士は職を解かれ、代わりに、コロラド党員か、親ブラジル派で、フローレスに味方した者が任命された。コロラド党を称える記念行事が行われ、金テロスの殉教者の記念碑が建てられた。解放十字軍による損失は不明だった。フローレスの軍勢は死傷者450人を出したが、飢饉や薬病で死亡した。 一般人の数は不明で、経済に及ぼした影響も不明だった。直後のパラグアイ戦争の損失が莫大だったため、ウルグアイ戦争での損失に注目する歴史家は少なかった。ペレーラ・ピントが届けた終戦の知らせは、リオデジャネイロで歓迎された。ブラジル皇帝ペドロ2世は、街中で数千人の市民に囲まれて、頑固を受けた。しかし、新聞で2月20日の協定が、 ブラジルの国益を損するものであると報じられると、世論の風向きが変わり、内閣が批判された。死者区に引き上げられたタマンダレとサンガブリエル男爵区に除されたバレとは平和合意を支持したが、タマンダレは直後に本人した。野党の一員だったパラーニョスは皇帝と政府のスケープゴートにされ、リオデジャネイロに召喚された。しかし、後にパラーニョスの無実が判明した。彼は、 ブラジルの主張を通しただけでなく、数千人の死を避けることで、ウルグアイを憤慨している、疑わしい同盟国ではなく、自発的な同盟国にしたのである。ウルグアイは、直後のパラグアイ戦争で、ブラジルに重要な軍事基地を提供した。ウルグアイ戦争での勝利は、ブラジルとアルゼンチンに、利益も弊害ももたらした。ブラジル政府が予想したように、 ウルグアイ戦争は短期間に簡単に終わり、ウルグアイ政府を有効的な政権に変えた。公式の損害数は、陸軍と海軍の合計で、戦死 109, 負傷 439, 行方不明1であり、薬病による死者は不明であった。歴史家のジョゼベルナルディ・ノボルマンは、戦死 204, 負傷 411, 行方不明1とした。 ウルグアイ戦争はその恐ろしい影響がなければ、ブラジルの大成功だったのであろう。ブラジルは人どころか、軍事的に弱体であることを露呈し、意気盛んなパラグアイはそれを利用した。一方、アルゼンチンでは、バルトロメ・ミトレの予想が外れた。確かに同盟者を政権に据えることには成功したが、開戦時点でのリスクもコストも少ないとの予想は、錯覚だった。ウルグアイ戦争の結果、 パラグアイがブラジルとアルゼンチンを攻撃して、長く破壊的なパラグアイ戦争が勃発した。ありがとうございます。